で噛むよ。そうやな、サイレスアタックって意味。そういやあれだ、ザナルカンドには魔物はいるのか。あまりいない。たまに出ると大事件だな。あ、ザナルカンドのことなんて信じてないくせにさ。考えたんだけどよ、真にやられた人間は死ぬんじゃなくて真の魔力で千年前だか後だかの世界に運ばれるのかなって。で、ある日突然ひょっこり帰ってきたりしてさ。いつもながら感心するわね。ん？自分を騙す方法を次から次へと考えつくから感心するって言ったの。シンはチャップをどこにも運ばなかった。彼を押しつぶしてジョゼの海岸に置き去りにした。あんたの弟は二度と帰ってこない。それからね、これも言っておくわ。あんたがどんなに望んでも誰もチャップの代わりにはなれない。ジェクト様の代わりもどこにもいないし、もちろんブラスカ様の代わりだってどこにもいない。そんな考え方、悲しくなるだけ。俺だって弟の代わりなんてできねえんだよ。まあいろいろあってな、気にすんな。ワッカとルールーとチャップってやつの間に、そう、俺の知らない複雑な事情があったんだなって、それくらいは分かった。でもそういう話題は苦手だった。そうなおちゃんやけど顔当たり。お前たちもオハランド様に必勝祈願か。祈願だ？我らルカゴアーズは上昇だ。祈願など必要ない。じゃあなんでここにいる？もっと強いチームが現れるように祈ったのさ。お前んとこは今回も目標は精一杯頑張るってやつか。そんなチンケな心構えじゃ今年も初戦敗退確実だな。今回は優勝狙いだ。うん、おー、狙え狙え。狙うだけなら誰でもできる。決勝で会おうぜとかいうやつほど決勝に来る前に負けている。知ってるチームなの？人を見下してバカにして、あの態度が俺の親父みたいだ。ジェクトさん、優しくて楽しい人だったよ。それは別人っす。いなくなって10年。それなのに、親父のことを考えると、俺の気持ちは、ざわざわした。あ、もう祈願するんや。ぽいな。いや。あなたも召喚師？リサイド島より参りました、ユナと申します。ドナよ、あなたが大召喚師ムラスカ様の娘ね。血統書付きの召喚師様でしょう。あら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 、この人たち全員あなたのガード？ゾロゾロとみっともないわね。ムラスカ様のガードは二人きりだったはずよ。ガードは量より質、数に頼るなんて浅はかね。だから私のガードは一人だけね、バルテロ。やば、平大族や。ガードの人数は信頼できる人の数と同じです。顔平大族。自分の命を預けても安心だと思える人の数です。だから私にはこんなにガードがいてくれて幸せです。父よりも幸せだと思っています。もちろんあなたの考え方だって間違いではないと思います。だからドナ先輩、
私たちのことは放っておいてください。勝手にしなさいよ。行きましょう、バルテロ。もはや脱ぎ式顔芸になってる。ガードとは、召喚士が命を預けても安心だと思える人。俺、そういう人になれたのかな。それ違う。何笑ってんだよ。顔の形変えて。祈り子様はこの下にいらっしゃる。さあ行こうぜ。祈り子、顎出して。その前に試練の前よ。まあいいよ、準備はいいわね。決まり、ワッカよろしくお願いします。お、あ、どうして。ガードじゃないから。なるべく早く戻るから待っててね。また一日かかったりするんじゃないの。ユーナは、あなたは何をしているわけ。ガードじゃないからな、俺入っちゃダメなんだろ。ガードじゃないんだ。なんだよ。あ、やばい、キラ大族に持ち上げる。あ、離せっつーの。あ、ないで、何すんだよ。仕返し。ポチ。はあ、やっぱりですよね。あ、これきっとまずいっす。